ゆっくりじっくり島時間。フォトドラアワードに認定されたえりすぐりの場所やこと、車に乗って会いに行こう。フォトドラ。この番組は鹿児島県オールトヨタの提供でお送りします。今回は奄美大島。認定地へ向かうのは奄美に移住し JAL ふるさとアンバサダーを務めるもちみさんです。今回はどちらでしょうか？今回は島時間をゆっくり楽しみましょう。行ってきます。奄美大島中央部西海岸を南へ走ります。こちらが奄美の海洋生物を展示しております。ずっと見てられますね。ですね。南国を感じさせるような気持ちよさそう。みんなかわいい。目の前に東シナ海が面している村でございます。アイゴには山々に囲まれた世界自然遺産登録になるほど生態系に恵まれた大和村でもございます。自然と触れ合うところがやっぱり大和村のいいところじゃないかと。今回の認定地はこちらです。国直集落です。白い砂浜が広がってすごく綺麗な雰囲気ですね。サンゴが砕けてできた白浜、国直海岸。その周辺にできた集落ではゆっくりと島時間が流れ、奄美らしい様々な体験ができます。風の音とね、波の音が心地いいですね。ね、心地いいですね。ちょっとこのメインストリートも面白いですね。アダンの実と入道雲ですよ。アダンがちょうど熟して、ね、いい色です。集落を撮る楽しみってなんかいろいろ自分で発見して探すのも面白いですよ。その辺りでちょっとこっち向きぐらいにどっか。集落の目の前ってビーチっていいですね。夕方になるとね、みんな夕涼みに来るから。子供たちが可愛いですね。ね、横顔もお願いします。ミラーがいい味を出してるね。そうですね。今日のベストショットは海岸で過ごす家族と夕日を一枚に収めてみました。人生に奄美が欲しい時は奄美大島へ。国直にイモーレー。ぜひ国直に泊まって海に沈む夕日を楽しんでくださいね。映えるを撮ろう、車と行こう。この番組は鹿児島県オールトヨタの提供でお送りしました。